大谷翔平、一ファンとして、ジャッジ選手のホームランを楽しみにしています発言が絶賛されてる模様。普通のコメントじゃね？MLB、大谷翔平を全員見習うべき MVP 争いジャッジへの発言が S 級の人間性。去年 MVP を取りましたけど、それよりいいシーズンを送れているのは自信にしていいんじゃないかなと思いますと言い切ったことをツイートで紹介した。さらに、ライバルについても、ジャッジ選手に関しても楽しみに見ているので、61本目も見ましたし、一ファンとして楽しみにしていますと敬意を示した点を特筆。そうですね。本人も MVP 取りたい気持ちと取りたくない気持ち両方あるんちゃう。いや、メジャーリーガーの人間性が荒れすぎて、普通の発言も成人扱いされてしまう。内面は、大谷も空竹だけど野球好きだから、普通にすごいものはすごいと認める人間性はある。内面空竹なん？下手なやつや努力しないやつには冷たいで。普通のこと言うたりしてるだけで空誓言われても大谷も困るやろ。これで大谷が MVP 取ったら間違いなく叩かれるからな。本人も取りたくないだろう。倍も前に言ったのに称賛されない。まだ、大谷の MVP あると思ってるやつおるんか。100% ジャッジやろ。大谷、多分、MVP は、もう取ったから、それほど欲しがってないんやろ。スポーツで頂点を目指してプレーしているのなら、何かしらの表彰を喜ばないはずがないと思います。しかし、外野で見ている我々以上に、自分よりすごい選手というのは、一緒にプレーしていれば、わかるものです。今年のジャッジ選手には、かなわないな、と、大谷選手自身が思っているのではないでしょうか。以上、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしていただけると、動画作成の励みになります。よろしくお願いします。